はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です、ということになります。だいぶ右上がりがしまいましたね、すいません。ちょっといろいろ変えてるんですけれども、安土桃山文化のところで今日やるテーマがこちらっていうことです。陶磁器、陶磁器というテーマでお話しさせていただきます。で、まず陶磁器って何っていう人めちゃくちゃ多いんですよ。陶磁器ってなんだよって。俺もそうだったんですけど、陶磁器って言われても、陶磁器見たことない人間からしたら陶磁器って何っていうんで、まずイメージがつかないんですね。で、ある程度お金持ちの家庭だったりすると、陶磁器って言ったら、ああ、あれじゃんっていう風になるんですよ。なるんですよ。で、陶磁器って何かっていう風に言うんで、簡単に説明すると、ものすごく簡単に説明すると、1個です。よろしいですか？皿です。お皿とか茶碗だと思ってください。まあ、皿だと思ってもらえばわかりやすいです。まあ、なんかお皿とかいうのが、今だと要するに、例えば、なんだ、山崎春のパン祭りとかでもらえるじゃないですか。あれの超高級版ですよ。簡単に言うと。ね、あれの超高級版が陶磁器という形になったんです。で、これが朝鮮半島とか、中国大陸の人々が要するに伝来してきたよ。じゃあなんでその人たちが伝来してきたの？ということになるんですよ。これ戦争です。豊臣秀吉の時の朝鮮戦争、朝鮮に対して戦争を仕掛けた。中国に対しての戦争を仕掛けたっていう時に、まあ、来た、という風な形になります。で、この時によろしいでしょうか。二つ覚えておいてください。二つ。有名な陶磁器っていうのがあったんです。有名な陶磁器っていうのがあったんです。お皿。ね。お皿が、有名なお皿があったんです。もうこれやったら100万でも200万でも1億でも出して買いたいと。いうぐらいね、高級なものがあったんです。それが何かっていうと、こちら。有田焼き。ね。有田焼き。佐賀県にあるんですね。佐賀県で作られる。で、有田焼きっていうのがある。もう潤ってる。でも潤ってる。で、もう一つがこちら。薩摩焼き。薩摩焼き。こう、鹿児島っていうところに、まあ、なるわけですね。だから、ここの要するにところが、その、有田焼きっていうのが、こう、佐賀っていうところですね。で、これ要するに産地名。産地名。はい。産地名のところが、要するにポイントになってくるんですけれども、佐賀県で有田焼きありましたって、もう、めちゃくちゃ高い。めんたか飛び出るぐらい金高いです。今だったらもっと高いですね。今だと、その、なんか、有田焼きとか、薩摩焼きとかで、もし、昔の有田焼きとか、薩摩焼きの、やつが見つかったって言ったら、多分何でも鑑定団なんですよ。多分1000万とかするんだよね。確か。知らないですけど、知らないですけど、私の、お皿とかって150円くらいしかしないので、ことは目にしたことがないんで、わかんないんですけど、イメージとすると、この有田焼きとか、薩摩焼きっていうのは、超高級なお皿とか、お茶碗とか、そういう風な形になってるのが、まあ、有田焼きや薩摩焼きだよ、という形になります。はい、じゃあもう一回確認しますが、安土桃山文化で流行ったのがこちらですね。陶磁器。ね、陶磁器。はい。ということです。はい、こういうやつですね。それ掃除機ですね。陶磁器。笑ってくださいね。はい。というわけで、本日も、3分でわかるかもしれない、安土桃山文化ということでお伝えさせてもらいました。それでは、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。